こんばんは、リアルアイです。いや、今回の動画はですね、ちょっと東北地方まで行ってこようと思います。カメラ、バッテリー、おやつ、これで準備 OK。 じゃあ、出発。多摩のサービスエリアまでやってきたんで、ここから北陸経由で行くか長野経由で行くかを天気予報を見て考えようと思います。星取り車中泊になるんでね、僕の場合。やっぱりでもウィンディー見ても SCW 見てもどっちも結果は一緒かな。長野南部が良さそうですね。阿智村とかあの辺ですかね。まあ何箇所か行ってみたい場所はね、あの個人的には知ってる箇所があるんで、ちょっとその辺行ってみようと思います。はい、おはようございます。まあ、今車中泊してちょうど起きたところなんですけど、まあ、車中泊する前にね、ちょっと長野の良さげな星空スポットを行ってきまして、オリオン座とか冬のダイヤモンドとかね、タイムラプスを撮ってみました。まあ、そっちの方はね、動画後で載せとくと思うんですけどね、あんまり時間がないんでね、ちょっとここ明るくなってからどんな場所なんかって動画はまあ撮るのめんどくさいんでしたくないんで、次移動したいと思います。というわけでね、ここで天気予報タイム。予報の感じだとな、今日夜星を撮るのは8万体まで行けたらな、晴れそうなんだけどな、 Google マップだとここから10時間かかるっていうのがちょっときついな。蔵王あたりが手頃かな。ここだったら9時間とか7時間かかるっていうのはでもまあね、寄り道できそうなぐらいの時間なんで、というわけで蔵王まで行きましょう。長野県出発してですね、実はかれこれ7時間経過してますで今ここ福島県の磐梯吾妻スカイラインまで来てるんですよ。ちょっとね、ここをドライブして散策していこうと思うんですよね。なかなか景色いいですね、ここね。なかなか人気スポットのみたいで、歩道の方も結構いっぱいみんな車止めて歩いてますね。よきよき。僕もまあ撮りたい場所があるんで、そこまで行こうかな。夜がね、快晴だったらね、ここ結構星撮る人も多いんですけど、そういうのも撮りたいなとか思うんですけど、夜はここら辺はあんま快晴にならないくさいんですよね。正直岩手とか秋田ぐらいまで行かないとどうやら今日は快晴にならないっぽくって、ちょっと時間的にも僕の体力的にも今日は星撮影はちょっと無理なんじゃないかなって気がちょっとしてきてるんですよね。というわけでね、ちょっとね、ここの動画長尺でお届けいたします。なんかあとこの辺の道、なんか場所によっては有毒なガスが発生しているからっていうことで、車から外に出ないでくださいねとか、そんな感じの看板見たことあるんじゃないかとかって、ほんまなんかな。でもそれだったらバイクで通行するの OK なのって感じな気もするんですけどね。Thank you.
かあの煙もくもくしてる感じすごいな。なんか温泉でも湧いてるようなあれですかね。最初はなんかあれだな、なんか臭くない？あれ窓閉めて、え閉めてるけどさ、この車なんかすんごい硫黄臭いじゃん。え臭い臭いやばい臭いやばい臭い、ああ臭いやばい臭いやばい臭い。ほんじゃあね、スカイライン降りてきたら温泉があるんで、ちょっとそこ入ってさっぱりしてきまーす。いやさっぱりしました、さっぱりさっぱり。でもね、ここの温泉ね、めっちゃお湯かけもよくてね、気持ちよかったんですけどね、ドライヤーないの、あれ勘弁してもらえません？ちょっと髪の毛生まがわきなんですよ。もうそんなんね、こっちもね車中泊でドライヤーなんか持ってきませんよ、わざわざ。喜多方ラーメンと福島の海の幸を使ったお寿司、悩むな、どっちだろう。